娘っ子は連れて行け。逃げた奴を追え。木の葉のガキ、覚悟しろ。さあ来いってばよ。お前には負けねえ。この葉は今本当に危ないんだな。忍者の任務に子供を使うとは。こいつなんざ見るからに出来が悪そうだ。襲撃は早いほどいい。火影が死んでリーダー不在、里の力は相当弱っている。一気に襲撃して皆殺しだ。里を乗っ取る千載一遇の好機を。聞いてるのかお前。ならもういい。俺は罠を張り直してくる。増援が来るかもしれんからな。奴ら何者だ。こっから出なきゃ。やっと来やがったか。なるほど。さくらちゃんはいねえのか。まだ捕まってんだろ。助けに行く。大丈夫。サスケくんたちが助けてくれるって分かってたから。急いで里に戻るぞ。ああ行くってばよ。見ろ、俺の言った通りだ。そう簡単に逃がしてたまるか。貴様らのせいで苦しみ続けた積年の恨みを思い知れ。お頭、いくらなんでも相手はガキですぜ。対戦の時わしらの里の子供はどうなった。木の葉の奴らがガキだからかわいそうとでも言ったか。そんな容赦はしなかった。わしらの里がされたように火をかけ焼き払ってやる。火なんて絶対つけさせねえ。俺たちが止めてやるってばよ。サスケくん。サスケ、終わったら報告に来い。さくらちゃん、サスケを連れて逃げろ。あとは俺がやる。任せろ。
ぞ。おう。ナルト、橋に起爆札が仕掛けられてる。急いで。やるぞ。たとえ今日木の葉を滅ぼせずとも貴様らは殺す。復讐がしたいんなら対戦で実際に戦った忍者を相手にするのが筋だろ。俺がそうだ。対戦の時にはどの里でも多くの犠牲が出た。この上犠牲を増やしても死んだ者は帰らん。復讐を果たしたところで何も得られはしないんだよ。みんなよくやったな。さくら、サスケを医療班のところに運ぶぞ。俺は？お前はジライア様と行け。え？エロ仙人？